おはようございます。シンガーソングライターのアリスです。さあ本日もやってまいりました、洋楽から学べる英語&歌い方、イエーイ。さあ今回からですね、夏シリーズに突入したいと思います。はい、てかさ、コメント欄にさあの男の人いらないみたいなこと書いてあったんですけど、あの説明させてください。いつもあのこの画面の後ろから声を出してくれてる人は社長でありアリスのマネージャーさんであり、アリスの MV を作ってくれている MV 監督でもあるウッディさんです。はい、ウッディです。よろしくお願いします。ちょっとコメントに傷つきましたはい、ということでね、夏シリーズ第1弾目はですね、いろいろ悩んだんですけど、みんなが知ってる曲をやろうということで、テンションが上がる1曲を用意してきました。ででん、ブルーノマーズのアップタウンファンクです。イエーイ。マーク・ロンソンと一緒に作ったこのアップタウンファンクっていう曲なんですけれども、もう世界中の誰もが知ってるんじゃないですか、これは。そうだね、めちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。なので今日はこの有名な曲って実はどんなこと歌ってるんだろうとか、あんまりこう掘り下げて和訳とかをあんま見てない人もいるかもしれないかなと思って、どんな曲なのかっていうのを、レクチャーとともにやっていきたいと思います。はい、まずこのタイトルのアップタウンファンクっていうのは高級住宅街っていう意味なんですよ。だから最高にイケてる人たちの曲みたいな。だからもう超絶ナルシストが超イケてる女の子たちに向かって歌ってる曲なんです。だからみんなもこの曲を歌う時には、私俺って世界一イケてっかんねやって思って歌ってほしいなるほど、そんな曲です。ちなみにさ、俺調べたのこのアップタウンってあんま聞いたことないなと思って、うんうん、この逆の言葉で言うとダウンタウンなんだね。あ、そうだよ、ね、だからダウンタウンの反対がアップタウンなんだね。うん、あ、ダウンタウンだと結構安く服が売ってたりとか、うんうんうん、そういうことなんですよ。アップタウンだとだから高級住宅になります、うんうん、それでは早速バースの歌詞から見ていきましょう。 What's my name, Alice?まず最初、 This hit the ice cold。 これはこのヒット曲はアイスコールドだ。だこのアイスコールドっていう意味はクールよりクールってこと、最上級にクールなんだよっていう意味です。で次、 Michelle Pfeiffer the white gold。 ここはミシェル・ファイファーはホワイトゴールドだって言ってます。でこのミシェル・ファイファーって何ですかって思うじゃん、うん、これはまあ単純に韻を踏む意味でもあるんだけど、90年代に最高にクールだった白人で金髪の女優さんミシェルファイファーをここに入れてる。なるほど、いいよね。なんかこうやってさ、女優さんとかのさ名前を歌詞に入れてくるのが結構洋楽の醍醐味だったりするので。うん、確かに。ラップとかヒップホップとかだとめちゃくちゃあるから。うん、画家さんの名前とかも結構ヒップホップだと入ってきたりとか、聖書の名前とか入ってきたりとかするから、はいはいはい、結構ね多いんですよ。はい、で次、 This one for them hood girls。ここはこれはその辺の女の子たちのために作った曲なのさって言ってます。その辺の女の子っていうのは、要はミシェル・ファイファーみたいな女の子のことを言ってんのかな。そうじゃない？もうその辺のフードっていうのは地元って意味なんだね。フード、うん、言ったらロコガールみたいな感じなんだけど、うんうん、でもその地元がもうアップタウンなわけ。あ、高級住宅街なわけだから、イケ、うんうん、てる女の子たちに書いた曲なんだよっていう意味で。なるほど、なるほど、うん、言ってます。で次、 Them good girls。これは活かしてる女の子たち。で、Stray Masterpieces。これは超傑作なんだよって。Masterpieces は超傑作って意味です。で、次、Stylin', Wildin', Living It Up in the City。ここは都会で最高に楽しんでる感じでって言ってます。Stylin' は多分スタイリッシュって意味でしょ？うん。Wildin'?Wildin'。Wildin'。これはスラングなんですよ、これって。Wildin' っていうのは。で、意味的には Crazy にっていう意味です。あんまり多分聞かないと思うんだけど、He is Wildin' は、He's acting like crazy みたいな感じのニュアンスで使います。このスタイリンとリビンのこのチョンが入ってるのはまた例のごとく G を省略してるんでしょ？そうです。省いてくよって。この Live it up っていうのは最高にこう楽しむっていう意味を言ってます。うん、だからもう都会を超楽しんでる感じでさーって言ってます。はい、で次、 Got Chucks on with Saint Laurent。 ここはサンローランにコンバースを履いて、Chucks っていうのはコンバースの種類の一つです。
ああ、そうなんだ。うん。だからコンバース。ここで言いたいのは、イブ・サンローランっていうハイブランドにコンバースを合わせるぐらい余裕があるんだっていうことを言いたいわけ。ああ、なるほど。で、Got kiss myself, I'm so pretty. ここは、自分にキスしちゃうぐらい、俺って最高にプリティだよって。可愛くねっていう感じで、行けすぎて余裕シャクシャクですみたいな。超絶ナルシストでしょ、ね、びっくりしてんじゃないのこれ。はい。じゃあ、歌い方をレクチャーしていきます。この曲は基本的に全体を通して勢いが大事になってきます。だから、洋楽っていつもこれ言ってると思うんだけど、アクセントが基本的にはすごい大前提として重要なんです。ただこれ、ファンクの曲だから、グルーブをこう、感じて、もう、こう、なんていうの?ドン!私、イケてるみたいな感じで、一人で街の道をさ、ランウェイみたいに歩いてる気持ちで歌ってほしいのね。もう私は今ランウェイにいます、あなたたち。ね。で、This hit the ice cold! かっけえ。で、これね、結構、取り巻きっていうか、ブルーノ・マーズの取り巻きの人たちが何人かいて。まあ MV とかでね。そう、MV とかで。うん、で、みんな歌ってるんですよ、ここ。全員で大合唱してるところなんだけど、だから結構男らしい。ちょっと軍隊っぽい感じの。This is the ice cold! ちょっと軍隊みたいな感じ。だから女の子がもしこの曲を歌うとしたら、思った以上に強めにアクセントを言わないと物足りなくなっちゃうから、頑張って強い気持ちで歌って。で、This hit the ice cold! で、このアイスCold. コールドは伸ばすんだけど、アイスの言い方が、このスッをちゃんと言って。This hit the ice cold. で、次。Michelle fight for the white gold. ここが韻がめちゃくちゃ硬いから、この韻を楽しんでほしいです。Ice cold と、White Gold! この韻が超硬いでしょ。で、ミシェル・ファイファーのミなんですけど、ミシェル・ファイファーじゃなくて、ムに近い。ミシェル・ファイファー。ミシェル・ファイファーって言った方が発音的には良くなります。で、次。This one for them hook girls. ここの for them がすごく早いから。Girls の言い方めっちゃかっけえ。Girls! これ大変だよ。だってさ、R のさ、ベロの動きって、ここは上の歯下の歯あるじゃん。これベロね。R がこうなの。うん、で、L がこの上の歯に対してペッて当たるわけ。Girls! Girls! ってなるから。このガールズの発音は本当に難しいから、もうできる人はね、余裕でできると思うけど。だからここも、for them だけは本当に早いから気をつけて。for them hood girls. This one for the hood girls. うん。で次。them good girls. また出た。で次。straight masterpieces. はい、ここです。ここがブルーの節っていうか、パンクだからこそある表現なんです。このマスペース。日本で言ったらさ、ウルフルズさんとか、うわおみたいなのあるじゃん。あれがファンクの醍醐味なんですよ。シャウトだから、ストレイマスターピースです。マスターでこう、一回もう、こうやっていいから、本当に、こうやっちゃっていいから、首を、ジクシュってやっていいから、そうすると歌いやすくなると思う。マスターピースです。はい。次。スタイリン、ワーリン。Living it up in the city. 早い、ここも。Living it up. ま、ここはデフォルトで、こういう文です。みたいな感じで覚えちゃった方がいい。Living it up. リビリラ。Living it up in the city. でいいです。リビリラでいいです、皆さん。はい。で、次。Got Jack's song with Saint Laurent. アリス、ここのサンドランの発音が結構苦手なんですけど。ここのニュアンス芸で、Jackson。この on が、Jackson じゃなくて、Jackson。on ってやると、もう、上級者、うまいってなるから。が、Jackson with someone っていけばいいです。はい。で、最後もこれまたシャウトが入ってきます。が、kiss myself. I'm so pretty. kiss myself. 大体だからもう、基本的にシャウトする場所は、このバースで言うと、Masterpieces のマスターと、あと、Gotta kiss myself.のキスなんですけど、これどっちもこうやって歌ってください。金八先生みたいに。ディスケーみたいな感じで、Kiss myself! みたいな感じで歌って。はい。じゃあここまでを歌ってみましょう。いきます。This hit the ice cold, Michelle fight for the white gold. This one for the hood girls, them good girls, straight masterpieces. Silent, wildin'.Living it up in the city. Got Chuck's on with Sam along. Gotta kiss myself. I'm so pretty. Yeah! Excellent! What's my name, Alice? はい、続いてのパート。まずは歌詞から見ていきましょう。え、ここがバース?まあ、バースいっぱいあるねっていうことで見ていきましょう。まずは、I'm too hot! はい。
もうナルシスト爆裂してます。俺は超イケてるでしょって言ってます。で、次。Call the police and the fireman。ここは、警察も消防も呼ばれるくらい。で、次。I'm too hot。俺って超ホットなんだよ。って言ってます。で、次。Make a dragon wanna retirement。ここは、ドラゴンだってリタイアしちゃうくらい。次。I'm too hot。俺ってホットなんだぜ。って言ってます。確かにホットだけど。そうそうそう。誰がどう見てもホットなんだよ。はい。で、次。Say my name, you know who I am。ここは、俺の名前を呼んでみな。知ってるだろって言ってます。うん、で、次また。I'm too hot。俺は超ホットなんだよって言った後に。I'm a bad about the money。Break it down。ここは、金遣いが荒いって。で、break it down は、行くよって。ちょっと可愛くなっちゃったって言ってますね。いやーすごいねこれ。ブルーだからやれるよねこれは。うん。でこれちなみに I'm too hot hot damn でこの取り巻きたちが、うん、hot damn って言ってんだけど、ハットデームっていうのは超クールだよってそうだそうだみたいな感じで周りで言ってるの。なるほどなるほど。そう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 っていう感じです。英語で言ったらこの最後のチョン about ここまたあの about だね。そうそう about です。リゾの時に言ったのかな。そうだね確か。うん。about の略です。まあちょっと話が変わるけどさ、MV ももちろんかっこいいんだけど、スーパーボールでビヨンセとやったやつ、うん、あの映像がもうマジかっこよくてね。やばいよ。何回見たことか。概要欄につけときます。ぜひ見てほしいね。ねぜひ見てください。もう鳥肌マックスです、うん、あれば何回見てもいい、1日1回見てもいいぐらいわかるわかる、うん、テンション上がるもんね、うん、はい。じゃあここまでの歌い方を、レクチャーしていきます。まず最初これ I'm too hot が 1,2,3,4 回も出てきます。どんだけホットなんですかっていう話なんですけどファンクだから結構女の子が歌うの難しいんですけど I'm too hot このなんか I'm too hot ちょっと乱暴なぐらいがちょうどいい。 I'm too hot hot damn 言ったらこうエッジボイスみたいなあれの。ちょっとエッジボイスが使える人は使ってもいいけど、あんまりへーってならないようにしてほしい。デスボイスっぽくはならないでね。どっちかって言ったら勢いがある中にブレスを混ぜる。難しいね。 I'm too hot じゃなくて I'm too hot hot あのカメハメハのさハーってあるじゃん。 I'm too hotあの感じ。なるほど。男の子は全員それで分かって。うん。で次。Call the police and the fireman. Police. ポーが伸びて。で、fireman. ここもちょっとだけミニ金髪先生が出てきます。fireman. さっきの masterpieces とかじゃなくて、fireman. ここでのミニ金髪先生が出てきます。で次。I'm too hot. ここは一緒です。で、この too hot の hot の最後のところ、最後に向かって、上がる意識で歌うとよりファンクっぽくなる。I'm too hot こんぐらい。 I'm too hot ってねなるとちょっと女の子はちょっとよりセクシーな感じになっていいかなと思います。で次 Make a dragon wanna retirement ここの来ました金髪さん、ね、うん、retirement retire クレヨンしんちゃんのひまわりみたいなあてて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 てのえーのところいやわかんないわかんない全然それができない人にとってわかんないよ。何にもわかんなかった今。金髪先生の方がわかりやすかったね。はい。で、次。I'm too hot! うん。この hot の最後は、ってできる人は、マイケル・ジャクソンみたいに、I'm too hot! みたいなやっても、かっこよくなります。よりニュアンスが出ていいです。次。Say my name, you know who I am! ここはメロディーが、トゥトゥン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 って同じ stay のメロディーになるんですけど、だからこそアクセントで、Say my name の say。Say my name, you know who, who. Say と who に若干アクセントを強く持ってくるとグルーヴ感が出ます。Say my name, you know who I am. うん、みたいな感じ。で、次また、I'm too hot ってなって、でここ、I'm a bad about, bad about が結構早いというか、くっついて、発音的には、bad の d と a がくっつく感じ。about の a が。bad about。だからカタカナで言うと、bad about でいいです。bad about them money.が歌いやすいかな。 Bad about them money。 なるほど。 Break it down で次いきます。今 DJ コーさんみたいじゃないですか。Break it down is it a dance 似てる似てる似てる。はい、こんな感じです。じゃあここまでを歌っていきましょう。 I'm too hot hot damn Call the police and the fireman Too hot hot damn Make a dragon wanna retire man Too hot hot damnSay my name, you know who I am. I'm too hot, hot damn. Am I bad about the money? Break it down. Yeah! Awesome!
What's my name? Alice. はい、じゃあ次いよいよ、サビじゃないです。B メロですね。ここは結構こう。MV でもそうなんだけど、女の子がブルーノマーズの前をこう横切って歩いていくので、横切っていく女の子たちをこうやってみたいな、こう見てるみたいな感じのドスケベシーンなんですけど歌詞から見ていきますね。 Girls Hitch Hallelujah で、これが3回続きます。 Girls Hitch Hallelujah Girls Hitch Hallelujah。 ここはハレルヤを叫ぼうぜガールズたちよって言ってます。 Hitch you ヒットでこう叫ぶみたいな。で、次。Cause Uptown Funk gon' give it to you。 ここなんですけど、これが3回続きます、これも。で、これは、なぜなら、Uptown Funk が盛り上げてあげるんだからさって言ってます。で、これを3回言うからね。しつこいでしょ結構ね。はい。で、次。Saturday night and we in the spot。 これは、土曜日の夜に、俺ら最高の場所にいるんだぜって言ってます。もうテンション上がってきたーってなるでしょ。サビに向けてのこの B メロで。確かに。で、最後の1行が、Don't believe me, just watch。ここ超かっこいいから、意味は信じなくていいから見てろよって言ってます。で、最後にカモーンって言ってサビに行きます。かっこいいね、うん、これは男が惚れるね、うん、これ英語で言ったらこの Cause Uptown Fun gon' give it to you gon' は、はい、Going to、 そう、 Going to の意味ですね。もうね、だいぶ勉強しましたよ。はい、じゃあ歌い方をレクチャーしていきます。最初が Girls Hitch Hallelujah なんですけど、これが3回繰り返されるのね。で、そのさっき説明した MV のこの Girls Hitch Hallelujah Girls Hitch Hallelujah みたいな、これ3人通りかかった美女に一人一人に言っていく感じ、一人残らず女の子にハレルヤって叫ばせたい男みたいなって感じ。でもちょっと静かめで歌った方がいいかな。 Girls Hitch Hallelujah、 ここは結構トラックがドゥン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 ってビートメインになるので。で、次がなぜなら Cause Uptown Funk gon' give it to ya。 ここからいきなりボルテージを上げてほしいです。だから Girls Hitch Hallelujah Girls Hitch HallelujahGirls Hitch Hallelujah、 ここまでは結構余裕持ってください。 Cause Uptown Funk gon' give it to ya。 ここからいきなりグン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 って言ったらめちゃくちゃボルテージ上がってくるから。ちなみにこの最後の Give it to you って書いてあるんですけど、発音的には Give it to ya ya Give it to ya you と ya の間みたいなぐらいの発音の方がすごいすんなり入ってくるかな。 Cause Uptown Funk gon' give it to ya ya に近い感じがいいと思います。気持ちのテンション感で言うと Cause Uptown Funk gon' give it to ya、 この3回言ってる間にもう階段を駆け上るぐらいのテンション。 Cause Uptown Funk gon' give it to ya Cause Uptown Funk gon' give it to ya 3回これ言って、 Saturday night and we in the spot で頂上に Saturday night and we in the spot ってこうボンたどり着いて、うん、よし行くぞ。だから最後の Don't believe just watch come on ってなるって感じのテンション感。なるほどね。わかるかな。わかるよ、わかりやすい。あ、ごめんね、歌い方のレクチャーだねSaturday night and we in the spot で、ここはアクセントが Saturday のさと in the spot のin にアクセントが持ってきます。 Saturday night and we in the spot で、この and we がつながって and we でいいです。エンドのドはいらないです。And we Saturday night and we in the spot のスポットの T も発音しなくていいです。ほとんど。で、最後。Don't believe me, just watch! ここは Don't believe me の Don't のド。ここ、まあ、若干金八入っていいです。Don't believe me, just watch! ドン、うん、壁、ドンって感じ。Just watch! で、watch も結構強めで言っちゃって大丈夫って感じかな。じゃあここまで歌っていきましょう。いきます。Girls Hitch Hallelujah Girls Hitch Hallelujah Girls Hitch Hallelujah Cause Uptown Funk gon' give it to ya Cause Uptown Funk gon' give it to ya Cause Uptown Funk gon' give it to ya Saturday night and we in the spot Don't believe me, just watch, come on! わー What's my name, Alice? サビの最後のパートなんですけど、ここそういえば繰り返しだね。まあ、なんかトラックメインのサビだもんね。そう、トラックメインのサビで、ダラララッダラララッダラララッダッっていう、もうトラックがメイン、このメロディーがメインのサビで、その間にビートの間に Don't believe me, just watch ってこの繰り返しなんですよ。もうとにかく信じなくていいからただ見ときなって、うん、それ推しなんですよね。かっこいいよね。ただ最後がこれ歌のレクチャーだけに
なってもいいかな。歌詞は一緒だから。ね、信じなくていいから、ただ、うんうんうん、最後が、Hey, hey, hey, oh! っていくの。だここが結構難しいポイントだから、男の人はね、これ結構キー高いと思うの。確かに。うん。だから大変だと思うんですけど、ボルテージの上がりを、レクチャーしたいと思います。Don't believe just watch が、1,2,3,4,5 回出てくるんですね。トータルでサビの、テレレレ、テレレレ、テレレレ、タから5回もあるんですよ。で、最初の3回は、Don't believe me, just watch! さっきの歌い方でそのままで OK。 これ4回目と5回目の Don't believe me just watch のメロディーがちょっと変わります。前までは Don't believe me just watch だったんだけど、4回目5回目が Don't believe me just watch になります。微妙な、そうそうそう、 Don't がちょっと高いとこから来て、で最後の Watch がこれが Watch ダダダーンって下がります。はい、難しい今イクラちゃんみたいな、はい難しいいろいろ出るね今日いろいろ出てくるね。 Don't believe me just watch Don't believe me just watch って言えたらいい。 Watch って下がれない人も Watch でいいです。タターンでもいいです。2個でも。で最後の Hey 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 oh、 ここはもう完全にシャウトなんで、最後の O はね、うん、だから Hey 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 oh、 だからもう俺って Hey 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 イケてる oh みたいな最大限のナルシストをここで発揮してください。はい、っていう感じなので、ここも歌っていきましょうか。これ、その後の Stop Wait a minute、 ここもちょっと美味しいとこだからやってほしい。ここだけ、ここまではやってほしいな。あ、じゃあここだけね、ここまでね、いいの、うん、じゃあこの2番のみんな大好きなパートね、うん、Stop Wait a minute、 ここは待って、ちょっと待ちなって言ってるとこなんだけど、ここは Stop で音がパスッとブレイクするんですよ、止まるんです、トラックの音がね、うんうん、で次の Wait a minute、 この Wait a minute って日常会話でも超使う言葉なんだけど、 Wait a minute じゃなくて Wait a mini、 Wait a mini でいいです。カタカナで言うと Wait a mini、 Wait a minute、 Wait a minute まで歌えばいいじゃん。うん、そこまで歌ってほしい。はい、前から歌ってほしい。じゃあ Don't believe me just watch come on から歌う。うんうんうん、いいね。 Don't believe me, just watch, come on! ドゥルルル、ドゥルルル、ドゥルルル、うん。ドゥルルル、はぁ。Don't believe me, just watch, うん。ドゥルルル、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 はぁ。Don't believe me, just watch, don't believe me, just watch, don't believe me, just watch, don't believe me, just watch, hey, 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 oh, stop!Wait a minute. Yeah! かっこいい。 Yes. What's my name? Alice. はい、ということでいかがだったでしたでしょうかね。今回なんかいろんなキャラクター出てきたねいつも言うけど、いかがでしたでしたでしょうかって何なんだ。どんな感じまあ今回はね、マーク・ロンソンと、ブルーノ・マーズの楽曲をやってみました。ミュージックビデオも本当にかっこいいし、うん、実はまだミュージックビデオちゃんと見たことないかもっていう人はぜひ見てみてください。まあね、これすごく人気で、もう昔から大人気な曲なので、ぜひねカラオケで歌ってみてくださいね、うん、はい、多分盛り上がるんじゃないこれ歌ったら。そうだね、これ歌えたらかっこいいよね。うん、かっこいいし絶対知ってるじゃんみんな、うん、だから友達とねカラオケ行った時とか盛り上がるんじゃないでしょうか。はい、今週からしばらくね、夏の間、夏シリーズの洋楽から学べる英語&歌い方ということで、ちょっと夏っぽい楽曲をどん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 、あのレクチャー動画上げていこうかなと思いますので、楽しみにしててください。はい、ということで、ぜひぜひアリスのチャンネル高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画もお楽しみに。アリスでした。バイーン。Hi, I'm Alice Peralta, and if you like this video, make sure to subscribe and follow at Alice Peralta on Instagram. And my EP, You Are Mine, is now available to download and stream. See you next time!